はい、皆様お疲れ様です。シューチュワンです。今日はねビルコインの、ことで、動画の方を作っております。現状ですね、どうなっているかっていうところを踏まえてですね、お伝えできればなと思います。情報はちょっとね少ないんですけども、その辺ね、ご了承願いたいと思います。はい、ですね、まずですね、グループ1の方、2の方、3の方と、言ったところですけども、まあ、3月ですね、から、グループ1の方の処理が行われるということで、まあ、随時ね、処理されていくということで、進んでおります。そして4月中ですね、グループ2の方、僕も含めなんですけども、手続きに問題がある方とか、一部ね、売買している方とかね、ちょっと計算にね、時間がかかる方ですよね。が対象なんですけども、まあそういった方、グループ2の方でですね、処理が完了したとかですね、そういったね、まあ、情報とかね、っていうのは全然ないというところですね。まあ自分もね、含めてそうなんですけども、はい、4月中にはですね、完了していませんっていうことはね、言えるのかなと思います。ですね、5月中にはですね、まあグループ3の方も含めですね、すべての方に対しての処理が、まあ一応、完了するということで、そこはね、何回もですね聞いております。はい、そのグループ3の方はねどれだけの人数おられるかわからないんですけども、まあ、ほとんどグループ1とグループ2の方がね占めてるとは思うんですが、はい、5月も入ってますよと言ったところで、5月末までに、処理が完了するかどうか、っていうところがちょっと、もうね1ヶ月切ってますので、はい、そこがちょっと今ね、注意して見ているところです。はい、以前ですね、情報をお伝えした中でですね、オンラクベットからボスコインの送金ですねに関して、パズー取引所までにね着金する、10日以上経過しているが借金しない状況ということでお伝えしていたんですけども、その後ですね着金できましたよということで、情報を聞いております。その辺ちょっとね追加情報としてお伝えしました。10日以上ってことですけども、14日以上ですかね、2週間ちょっとかかったのかなというところで、着金はできているといったところです。はい、ですねパズー取引所ですね、ボスコインビットコインですねのペア、取引は一応、予定通りにはいかなかったんですけども、一応ね今は、取引できるようになっていますと言ったところです。ですが、売れるようになるかどうかっていうことなんですけど、板がね非常に薄いので今のところねかなり低価格でしか売れない状況みたいですね。それでですね、板の関係で、売れない状況なんですけども、OLB、オンラクベットからですね、買いが入る予定ですということで、情報はあります。前にもですね、4月末からですね5月初めあたりにですね、世界展開していきますよということで、情報の方あってですね、進んできてるわけなんですけども、現状ですね、そんな動きがあるのかどうかっていうのはわからないんですが、それがですね ボスコインをね売る上でですねこう反映されてくるのかどうかっていうところです。果たして売れるようになるのかどうかっていうのはねまだわからないんですけど、その4月末から5月初めあたりにかけて、動きがあるよということはね前から聞いております。はい、現状ですねマーケット、ボスコインの、セルですね、板取引の方ですけども、かなり板が薄いということで、1ボスコインだいたいですね 0.000000022BTC、約ですね1ボスコインがですね 0.2 円ぐらいになると、言ったところで、非常に、これで売ったらもったいないと言った状況ですので、普通にこの値段この価格で売らないでですね、例えば取引、マーケットのねこの取引で、売る場合はですね差し値ですねリミットっていうところで、差し値を入れておくといったところで、売る準備をねするかっていうところですね。オンラクベットの買いが入ればですねその取引量も増えるということですので、
まあ、それがね、今後どうなっていくかっていうのがですね、まだ、ちょっとわからない状況です。はい、ですね、IO ですね、TO 便キャンセル組さんの IO の件およびまあ SRC、コイン配布のまあ情報というのもね、ちょっと今のところないんですね。はい、IO に関してもちょっと進展がこう伺えない状況かなというところですね。はい、まあ、それから情報ですけども、イーベルさんですね、会費が一応6000円ということで、まあ、一応情報を聞いたんですけども、まあ、かなりね下がっているという感じですね。あとですね、モンスター EA に関しては 5% の収益ありましたよということで、まあ、着金というか収入もらってますということもね言われている方がいましたので、ご報告します。はい、まあ、最後に、まあ、投資リテラシーということでですね、まあ、今回ね、あのベルコイン非常に、まあ、問題点が多く、まあ、進展の方もね、こう今のところね、まだまだ不安な日々が続いておりますと言ったところです。はい、ですね、まあ、この件がですね、まあ、お金がね、まあ、出金できるかできないかとか、ね、あとは処理が進んでるか進んでないかっていうのがね今あるんですけども、まあ、これがね、まだね、5月末までに、ね、処理されるかもしれませんし、それをそうじゃないかもしれないので、まだね、こう、ね、こういろいろね、こう、マイナスのこと言われてる方はいるんですけども、まだ現時点ではですね、僕の方からはこう断定はできないかなと思います。はい、そういうふうに考えてます。はい、まあ、2018年とかね、19年かけてですね、ICO のね、詐欺案件というのがね、多発したっていうこともあってですね、まあ、いろいろ問題になったわけなんですけど、まあ、2019年には、配当型ウォレットとかもそうですし、まあ、いろいろやっぱりこういう、儲かる、まあ、市場っていうのはですね、まあ、詐欺がね、まあ、横行するっていうところがあります。はい。まあ、それにね、こう、惑わされない。まあ、自分のねこう考え方とかを持つっていうところがねすごく大事になってくるなというふうにまあ思ってるわけなんですけども、僕の方もね2017年の夏ぐらいからまあ仮想通貨のことを仮想通貨をねいろいろ携わることになりまして、まあ今に至るんですが、まあいろいろね勉強させてもらってますといったところですね。もうまあ、これがまあ自己責任といったら自己責任だとは思うんですけども、やはりねこうマーケット要は広めた人がっていうのもね責任がないとは全てはね言い切れないと思いますので、はい、やっぱりそこまで推してるっていうことはですね、まあそれだけねこう巻き込んでるわけなので、まあ直接的な責任はないかもしれないんですけど、まあそこはねこう皆さん思うところがあるとは思います。ただですねやっぱりこの投資っていうのは、自己判断、自己責任っていうところでやはり、行っていくのがベストということです。それから、投資に関してはですね本当に余剰資金で、やっていくっていうのがやっぱり、まあ、リスクヘッジというか、まあ、大きくね投じてしまうと賭けみたいになってしまいますので、投資に関してはですね本当に余剰資金が一番いいなと思います。いろいろこう案件があってですねこれはすごいっていう案件がいっぱいあるんですね。その中で、これは絶対いけるって思うものも、まあ、中には、ある、まあ、自分の中でねこう自分の判断であるわけなんですけども、まあ、それもねこう、まあ、お伝えしている方がねすごくね上手にね話されてたりとかですね、まあ、いろいろ、あると思うんですね。でその思ったのはやっぱりそのいろんな案件がある中で、まあ、これは絶対大丈夫だっていうものもですね、まあ、絶対はないということでですね、わからないわけなんですね。はい、ですので、まあ、結果が出てみないとわからない、結果が出てこそ成功したってなるんで、まあ、そこからの判断、まあ、結果論ですねでしかないということです。まあ、その過去で言うと、まあ、エーダコインっていうのも、詐欺だ詐欺だと言われながらですね、本当にねこう爆上がりしたという、まあ、例が、まあ、ありますし、はい、非常に、そういった、
ことで、まあ、考えをねこうしっかり持って投資をすべきかなというふうに思ってます。はい、まあこれからっていうところでですね、そのベルコインがどうなるかわからないんですけども、まあそれはそれで置いとくっていうとですね、ちょっとね怒られる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、やっぱりねこうマイナスになっていくとどんどんマイナスにいっちゃいますので、まあそれはそれでこう受け止めながらですね、プラスの方向に力を入れていくっていうことがですね、やっぱり大事なんじゃないかなというふうに思っています。まあ、あくまでね自分の考えではあるんですけども、はい、まあ、僕もねこう、まあ、いろいろ ICO を、投資してまして、成功したのってね、まあ、ほぼほぼないんですね。はい、まあ、損もしてるわけなんですけども、まあ、その中で、やっぱりこうやってねやめてないっていうのはですね、やっぱり可能性を感じているからっていうのがすごくあります。僕の周りでですね、投資されてた方がいてですね、 ICO でことごとくやられまして、それでもうやめちゃったっていう人もねこういるんですね。でやめてしまったらもうそこでですね、もう負けで終わってしまうっていうのもあるんですが、まあ、引き際っていうのもね確かにあるんですけども、はい、まあ、そこでねこう勉強する、そして次にどうしていくかっていうことがすごく、大事になってくると思ってます。はい、まあ、自分もね日々勉強中ということで、こうね偉そうに言える立場ではないんですけども、まあ、自分が今思うことっていうのが一応そういうことが言えるかなと思います。はい、でもですね、まあ、日本だけじゃないんですけど、まあ、世界経済、まあ、コロナの影響でですね、非常にまあ今落ち込んでいる中ですね、非常にね厳しいですよね。でまあ、普通にねもう仕事とかもですね、まあ、リストラが始まってたりとか、まあ、大手がね、まあ、そういった動きありますよね。そんな中ですねこう、まあ、不安なね、日々が続いていってます。しかもね、自粛とかいろいろあるわけですけども、まあ、そういった中で、やっぱり日本に対しても、もちろん、皆さんねマスクに関してもですねいろいろ賛否あると思いますし、ね、やっぱりその言えるのは人任せでは守れないっていうことは一つ言えるかなと思います。日本が、まあ、動き悪いと言ったところは非常にあると思うんですけども、まあ、それを でもねこう文句言って、だからといって待っているだけではですね守れないので、やっぱりでも自分の考えで行動するっていうのがね大事になってくるかなと思います。はい、今後ですね、経済も、今落ち込んでいる中ですね、まあ、日銀が、量的緩和とか、FRB ね量的緩和とかねこう金融緩和にね乗り切っているわけですよね。で最近でも、まあ、日銀が、まあ、国債を買うってことで、やってるわけですけども、まあ、要は無制限に買いまくるということになっているということですね。まあ、それが何をもたらすかっていうことが非常に怖いところでですね、はい、思ってるんですけども、まあ、その、まあ、自分の考察ですけども、アメリカの FRB の動きっていうのも、まあ、非常に、まあ、無制限で動いてるわけですので、非常に怖い状況ですと。実体経済がですね、伴っていないのに、まあ、金融だけがね金融関係だけが要は上昇していくっていうのはね非常にね、おかしいことだと、思います。じゃあこの先どうなっていくのかっていうところを、考えていくとですね、まあ悪い方向に行くんじゃないかっていうふうにねこう皆さん思われていると思うんですけども、非常に悪い方向に行くなというふうに僕は考えております。はい、FRB もねこうあと何年持つかっていうところで、ね要は自然に逆らっていることと一緒ですので、それはずっとね続かないことだと考えています。はい、まあ、一時的にですね、まあ、ダウとかもねこう上がってるわけなんですけども、もう本当にねこう強制的に上げてるような形ですので、
こう下げたところからのね上がり方っていうのがねこう V 字なんですよね。すごい極端で、に上がってるわけですね。はい、っていったものはですねずっと続かないと、考えております。ここ、まあ、この先ね3年5年っていう風なところを見た時に、まあ、僕の方が考えてるのはやっぱり下がっていくのかなっていう風に思っています。まあ、日銀にしてもそうなんですけども FRB に続いてですね同じようなね政策をしているわけですね。まあ、でもね日本銀行、日銀とですね FRB っていうのは規模が違ってたりとか、状況が違ってたりするので、今後ですねどんな動きになっていくか、どういうね状況が生まれてくるかっていうのは非常にこう不安要素があります。まあそのいろんな方が言われるには、まあ、日銀は債務超過になって、ハイパーインフレを起こすとかですね、まあ、怖いことをねこう言われてる方いっぱいいるんですけども、まあ、それもね本当にありえるかなというふうに、考えてます。はい、まあ、そのアメリカの FRB にしてもですねもし、ダメになったらですね、まあ、ドルのハイパーインフレっていうのも起きかねないということも一つ考えられます。はい、まあ、そういう状況ですのでもう本当に無理やりですね経済がねこう上げられてるという感じなので、まあ、いつかね、終わりが来るわけですね。はい、まあ、その中ですねこの先に3年後5年後見据えた時に、まあ、今のね、お金っていうのも非常に必要ですし、あの経営者の方すごいね今大変だと思うんですけども、まずねベルコインが、解決することを、ね、願ってますし、なおかつですね今後どういうね経済が待ち構えているかっていうところを考えていくとですね非常に、怖い世の中になっていくと思われます。そういった中であの世界がどういった動きを取ってきているかっていうとやっぱりブロックチェーンというものをね、推進してきているわけですね。はい、まあ、ここぞとばかりに中国もですね、デジタル人民元とか、っていうのをですねどんどん進めていって、まあ、世界のね、前を走ろうとしているわけですね。はい、まあ、日銀もね、デジタル人民元というか、に関して、まあ、そういったものに関しては研究していますし、まあ、そういったことを進めてるんですけども、はい、まあ、世界の動きを見ている限りではですねやっぱりデジタル化、デジタル決済というものがやっぱり推し進められているわけですね。はい、で、まあ、今後、まあ、紙幣がまあ完全になくなるとは言えないんですけどもやはりまあ、デジタル通貨っていうものはですね、まあ、普及というか、してくると思われますので、まあ、そういった動きはね間違いないんじゃないかなというふうに思ってます。はい、まあ、最近ねトヨタですら、そういった動きになってきてますのですごい大手もいろいろ動いてきてるわけですね。はい、まあ、その XRP リップルに関してもですねまあ、多くのね銀行関係のね、とね提携していたりとかですねするわけで、まあ、他の通貨とはまたちょっと異なってですね、はい、銀行系とかねに携わっているわけですよね。まあ、そういったものも、まあ、ADA もそうですけども固いものっていうのに投資していくとかですねやっぱりこの今からこう積み立て、まあ、ちょこちょこですねちょっとでもいいので、積み立てていくということをするとか、まあ、増やしていくということをね、していかないといけないのかなというふうに思っています。まあ、伝説の、まあ、ディーラーですね、まあ、銀行で、まあ、過去働いてたね、まあ、方がいるんですけども、まあ、その方もですね、まあ、全てねドルにしたとかねっていう話も聞きますので、まあ、円が、まあ、非常にこう価値が下がっていくようなね、予想っていうのがね多いんですね。はい、まあ、その情報を集めてますとですね、まあ、円ほとんど持ってないよっていう方がね、ちょこちょこ出始めてまして、まあ、ビットコインと金持ってますとか、ドルとか持ってますとかねいろいろ聞きます。ですのでそういう経済の動きを見ながらですね
そういう判断をして、今自分のできる範囲でですね、資産を分散化していくっていうのがですね、リスクヘッジであるかなと思います。本当にこの円が安心できないものになってくる可能性があると言ったことは言えますので、でこのコロナが収束したとしてもですね、2019年とか18年とか前のね、経済にはね、元に戻らないと言われてます。もし、それもそうですし、もっともっとねひどくなっていくといったことが言われてますので、まあ、今のうちにですねできることをやっていくべきですし、資産管理とまたは、勉強していくということがやっぱり大事かなと思ってます。はい、ということでですね、投資のリテラシーということで、まあ、自分のね、考えなんですけども、また、参考にしてもらえるところがあれば、嬉しいです。はい、といったところで、今日は、ベルコイン情報ということでお伝えしました。はい、はい、また、コロナの、感染もねまだまだね広がっていくと思いますので、皆さんね、うつらないようにご自愛ください。はい、ということで、動画の方は終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。